なんで赤鼻さんが落ちる夢見てるの？私が落ちたのに。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。まあマンション見てこうって言ってもこの時間やけんね、だいたいみんな起きてないんやけど、とりあえずはっちゃん入ります。もやもやを解消してこ。久しぶりですね。お久しぶりです。どこに行ってたんですか？どこも行ってないよ、毎日家にいるよ。使い捨てカメラが欲しいです。お、なにこんな時間に写真撮りに行くの？寝顔とか。あ、どこやっけ。はい、使い捨てカメラどうぞ。どんな写真を撮ってきて欲しいですか？それはもちろん住人の写真をお願いします。わかりました、ちょっと撮ってきます。ほいほい。さあどんな写真、どんなタイトル。こんなのが撮れました。うんうん。ああ、いいねいいねいいね、親子での写真めっちゃいいやん。しかし顔の字になって寝るとは言うけれど、なぜ床。そこはベッドじゃないよ。タイトルはラブレターです。うんうんうん、なんかいい気がする。100点ですよね。素晴らしい。ちょっと自信が。え、めっちゃ良かった。夫婦の写真とか恋人同士の写真とかあったけど、子供との写真ってあんまないよね。しかも赤ちゃんやし、まだ貴重。実用品一応役をもらいました。ありがとう。お腹空いてそうですね。うん、めっちゃ空いてる。めっちゃお腹空いてるよ。この後食べます。はい、クリームシチューでもどうぞ。いただきます。ほいほい、久々にシチューが食べたい気分やな。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。レベルアップ。はい、それじゃあ道具で、何がいいかしら。ヨガ入門書。はい、どうぞ。道具、ヨガ入門書をプレゼントしました。はい、それじゃあ早速ヨガしよった。はい、翔太くん入ります。今日はモヤモヤ解消と夢巡りをしましょうか。久しぶりですね。どこに行ってたんですか？どこも行ってないよ。なんでみんなそんな私が旅行に行ってたかのような。ペコペコです。私もペコペコです。はい、学校給食とかどう？いただきます。どうすか。毎日給食食べよった頃はね、なんか別に特別思うこととかなかったけど、まあ、カレーやったとかはあるけど。それもあります。なんか給食がなくなったらめっちゃ食べたくなるよね。この時の失敗は見なかったことにします。教えてあげて、指摘してあげて、優しく。優しく。さあ、それじゃあちょっと一軒家の方も見ていこう。一軒家の方も多分寝よる人いっぱいおるんよね。一軒だけ起きとる、誰？サナさんとマホロさん。マジか。そこ二人は元気なのね。さあ、夢でも。お、あきちゃん。夢を見ましょう。実は、ここだけの話。さっちゃんだ。食べ物も粗末に扱うと。うんうんうん。食べ物屋さんが追いかけてくるんだよ。なんかめっちゃ普通な感じがする。まさかー。めちゃくちゃ普通な感じがする。そんなにびっくりするほどじゃなくない？嘘だよ。どういうわけかお宝ホラ貝を拾いました。ちょ、チャーリーさんも一緒に布団が一緒に布団がなくなってるからしっかりとかけておいて。はい、そしてケン君、リンちゃん、お二人とも夢見よる。ちょっといいですか？さっきの学校給食じゃないか。実は私たち結婚することになりました。水と学校給食が。じゃあ、おう。水道水じゃーん。連れてかれる。あれはあの先どうなるの？どういうわけか食べ物、水道水を拾いました。あー、蹴り落とされてる、かわいそうに。赤ちゃんは無事だけれども。
へ。へ。あ、飛んでいきそう。へ。へ。へ。おぉ。でもちょっと楽しそうよね、なんか。どういうわけか実用品、風邪薬を拾いました。お、アキちゃん。アキちゃんじゃない。リンちゃん戻ってきとる。いいね。そしてその横で子供たちは、子供は、すやっと。はい、そして、ゆうまくんの夢を。あゆなのそっくりさん。50年ぶりですね。めっちゃ目キラッキラなんやけど。目元じるとあの子の難関できます。そして部屋も、服装も全く同じという。どういうわけかお宝杖を拾いました。みんなほら、奥さん風邪ひくやろ。そんなことをしてはいけない。あれ、クイーンは？自分の家？はぁ、逆向きに動いている。こけたよ、こけたよ、鏡の、なに？なんでちょっと、勝ち誇った感じなの？どういうわけかお宝操り人形を拾いました。でも実際あんなんあったらめっちゃ怖い気がする。絶対怖いよね。ちょ、なんで常に私は小声させられてるの？なに？家でそういう扱いなんすか私。辛いよー。お、これは誰？黒影さんかな、髪色的に。そしてニッコニコの私の顔の骸骨。最初ちょっとユニポンちゃんかなって思ったけど、ユニポンちゃんもうちょっと髪色薄いよね。もうちょっと薄めの紫やった気がする。あの夢いつも思うんやけど終わりあるんかな。どういうわけかお宝、骸骨のキーホルダーを拾いました。しかも蹴り落とされるという。おい。おいおい。なんで赤花さんが落ちる夢見てるの？私が落ちたのに。何もかもがめちゃくちゃなんですけど。あれはね、結構子供成長してもちっちゃいベッドに寝かされるんやね。だってもう旅立てるぐらい大きくなっとるのに。どういうわけかお宝風船を拾いました。這い上がってきている。はい、そして、いったくんと、レイさん。夢を見ていきましょう。ん？またしても。でもこれは髪の毛が見えないからわからん。男の子かな？多分そうな気がする。どういうわけかお宝骸骨のキーホルダーを拾いました。なんかどこの夫婦も女の子の方がひどい扱いを受けているような気がするんですけども。お、これは私が映る感じの、あれでは、あ、ほら。ほら。めっちゃ焦ってるけども。どういうわけかお宝防犯カメラを拾いました。私は防犯カメラの役割を果たしていると。はい、りょたくんち、はやさん。みんなね、これ、最初はちょっと、いい感じの、寝相やのに。夜中に猫の集会を見かけると。うんうん。猫にされちゃうらしいよ。怖い。見たなって感じ。え、でもちょっと混ざってみたい感じはするけど。びっくりする時の言葉にもパターンがあるんやね。嘘だよ。どういうわけかお宝ホラガイを拾いました。ほら、やっぱり女の子が。てか、あれをね、左側に蹴り落とされてるのしか見たことないけん。まあ、そういうことなんかな。おかゆさま。おかゆさま。おかゆさま。いつも思うけど、これ何味のおかゆ？梅干しとかではないよね。卵がゆとかかな。ちょっと黄色いよね。怖いよ、みんなが。どういうわけか食べ物おかゆを拾いました。小さい頃よくあったこういう逆さまになっとること、目が覚めたら。はい、てつかちゃん。あー、捕まるよ。なにそれ、うな重？あれやん、土用牛の日が迫っているから。おう。どういうわけか帽子、麦わら帽子を拾いました。ちょっと離れて寝てたはずなのに、それでも蹴り落とされるのね。はい、そして、濃いめさんとキャンディーさん。キャンディーさんの夢。なんか可愛いんやけど。
年取っても可愛いおばあちゃんいいよね。なんかよく道端で挨拶してくれるおばあちゃんとか可愛いもん、すごい。蹴り落とされて。はい、そして濃いめさん。あ、これも回転するパターンと違うパターンがあるんやね。バナナに乗ってったけど。あれは上昇していったのかい？結構いろいろパターンがあるんよね。なんか同じように見える夢でも。以上か？あ、以上やね。あとはみんな、あ、夢見てたけど。見てたけど。さあ、こんな時間にハートマークは出ないかしら。とりあえず一通り見てハートマークないね。ということで、さあ、みんなを叩き起こして募金を募りたいと思います。もうほら、アイラとかいかにも寝てましたって感じやん。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。はい、そして、まあ、この時間にはあれよね。何にも、夜一とか朝一とかないけん。はい、ミニュースを見てこう。日付が変わって7日、午前0時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。あ、千早さん誕生日マジでおめでたい。おめでとう。マユナシのホテルで開かれたお誕生日会の模様をお送りします。誕生日にベッドから蹴り落とされてたのね。つらい。あ、でもちゃんとお祝いはされてる。ハッピーバースデートゥーユー。いいね、いいね。ハッピーバースデーニアチハヤ。ほら、ちゃんと旦那さんが率先して祝ってくれるよ。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。おめでとう。おめでたーい。マジのみに聞きました。千早さんが生まれた日が、生まれた日が目に浮かぶようってちょっと意味がわからんけどね。いい気分になるように頑張りましょう。楽しんで頑張っていこう。12時のみニュース。中山がお伝えしました。ありがとう。さあ、それじゃあ、お、なんか友達マーク出てる。こんな時間に、紹介とかはないか。ないか。ミラさん、入ります。お、アスムが一緒。興奮中です。何、どうしたの？何があったの？ TINO124 とは合わないと思っているのですが、うんうん、私と TINO124 のこともどう思いますか？自分が合わないと思うんだったら合わないんだろうけどね。ほら、合わないかもってなっとるやん。合わないかも。やっぱりそうなんですね。人が言うことじゃないもんね、人間関係って。仲良くすればいいと思うよとかはあれやけど、いや、ちょっとやめた方がいいよとか、そういうのは人が言うことじゃないから、自分で判断すべき。フラダンス入門書。はい、どうぞ。道具、フラダンス入門書をプレゼントしました。旅人と仲良くなったんで、後で遊びに行ってきます。いいね、いいね。じゃんじゃん絡んで仲良くなってこ。なんかみんな寝とるようで、意外と起きて集まっとるよね。さあ、それじゃあさっきまだ夢を見てる子がいたっぽいから、ゆうやさん凍えてる。あれやね、女の子が右側に寝とるパターンあんまないなって思いやったけど、一応ちゃんとあるんやね。これ完璧に捕まえてしまいたいんやけど。これはなんか正解とかあるんかな？ほって。あ、これで全員集まったんじゃない？一箇所に。ほら。どういうわけか、服、ハムスターセットを拾いました。さあ、そして。せつなさんとあずちゃん。あずちゃんの夢を見ていこう。いいち。は。にぃ。は、危ない液体が。あれは、栄養ドリンク。近づいてきたもんね。危なすぎるよね。ボク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 。生きとるもん、確率。元気出ました。怖い。おお、これはすごい。いつまでもできちゃう。できちゃう。
どういうわけか食べ物、栄養ドリンクを拾いました。さあ、そして、せつなさんの夢。コロッケ様。今度はコロッケを。コロッケ様。まあ、コロッケね、たまに食べたくなるけど。コロッケ様。公園で売り寄る牛肉コロッケとかは普通に好き。どういうわけかお宝コロッケを拾いました。さあ、ということで、今回は夢特集やったね。こんだけ大量に寝とることってあんまないけん。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これっていつも思うんやけどさ、住人が起きとる時間帯とかっていうのも性格とかに関係あるんかな。別に設定とかなんもないやん。よくわからんねよね。